を。メガネないと、割れてしまうわ。はい、どうも。パテモス協会でございます。本日は、よくエーデルワイスファームとかいうとこもらったんかな。うん。エーデルワイスファーム。これね、なんかハムとか、あれのやつみたい。ベーコンと燻製系のやつね。それのね、ベーコンと、ソーセージ。うん。ベーコンと、ソーセージ。挟んで作りました。こんな感じ。こんな感じです。こんな感じね。卵と、ソーセージとベーコン2枚とレタス。かな。あとはバターと、マヨネーズと、ケチャップと、マスタード。やってる。よし。食べよう。食べるわ。食べることにするわ。そろそろな。これで、このサイズね、一かじりは大変なんで。うわぁ、ちょっと出るやん、これ。出るやつやん。切るわ。ちょっと切りながら食べるわ。これ切りながら食べた方がいいでしょ。綺麗に切れっかな。うん。大丈夫そうやな。かじっていってもいいんやけど、口のここちょっと切れてるから、痛いからやめる。まあ一緒かな。いただきます。うまっ。あら、香り豊かなベーコンだわ。うん、美味しい。こういうね、こういうベーコンはね、やっぱり、ね、パスタとかに使うよりね、丸っぽく言いたいね。あの、ベーコンエッグとかそういう感じだね。嫌がらせのように止まり出すわ。これやばいかもしれんな。ちょこちょこ止まるパターンやな。うん。うまっ。あ、うまいな。どうしてもね、このバゲットに挟んで食べたかった。ベーコンとかね。うん。ウインナーを。ソーセージを。ソーセージとウインナーの種類なんなよ。地名によってちゃうぐらいかな。うん。おいしいね。このポロポロがしなければね、うん、なお最高ねんけど、うん。めっちゃ止まるやんけ。この SD カードダメだな。前からちょこちょこ止まってたんやけどな。他のカメラで調子いいんやけどな。なんか飯動画に関してはこいつ拒否反応起こしてるんやな。飯動画ってこのカメラに関してはね。うん、他のやつは全然問題なく撮れるのに。かじりついた方が男らしいんやけど、ここが切れてるからちょっとね、うん、やめとく。うん。美味しい指が出来上がるわ。
まい。うまい。なんかソーセージも結構しっかりした。細くてギュッて詰まってる感じ。粗挽きソーセージとああいう感じなので、ギュッて。うん。コカ・コーラとかしたいわ。なんか一瞬だね。バゲット半分やったけど。うまい。うん。よし。美味しかった。もう一回できるな。半分残ってからバゲットな。トマト買うときゃよかったな。はい、べちょべちょならなくてよかったかもな。あんまりな。トマト入ってなくて。レタスが高いよ。半玉200円でしたからね。うん、野菜が高い。というわけで。エーデルワイスファームのソーセージとベーコン。バゲットサンド、美味しかった。というわけで、ごちそうさまでした。うまっ。やっぱパンうまいな。ちくわパン売ってて買ってきたよな、ちくわパン。また食べよう。